いわき市平市街地に隣接するいわき平競輪場は福島県いわき市にある競輪場。施設所有及び取材はいわき市。競技実施はジャカ・東日本地区本部第8競技実施チーム。実況は JPF で担当は藤田玄也だったが2014年1月13日に没したため直後の記念競輪に以降は中川賢治が担当。 1951年2月5日に開設された当初は平競林場であったが1991年4月から現在の名称になった東北地方に位置する競林場だが冬季の降雪の影響が少ない浜通りの最南端に位置する岩木市は東北地方の中でも気温が高いため通年で本場開催されているなお以前は 地理的に日没が早かったため、当期は最終競争の発送時間を早めに設定していたが、リニューアル工事により、走路の照明設備が充実したため、現在は多乗同様の発送時間を設定することが可能になった。岩木平では、1978年には日本選手権競輪が、 1980年、1983年、1986年、1994年、2010年、2017年、2018年、2021年には、オールスター競輪が、1997年、2006年には、全日本選抜競輪が、2003年には東、大座戦が、2013年、2020年には、サマーナイトフェスティバルといった、ビッグレースが、それぞれ開催された、 今後は、2022年5月3日から8日まで44年ぶりに、日本選手権競輪が開催されることになった。記念競輪として、岩木金牌争奪戦が開催される。かつては12月や3月開催であったが、2014年から1月に開催されている。また、S 級シリーズでは、現役時代は、三強時代の一人でもあった、安倍堂を称え、 アベドウハイが開催されている。2005年9月の記念競輪開催後、施設及びバンクの大幅なリニューアル工事を実施し、一部施設の完成により2006年10月よりプレオープンした。ビルの3階にあたるところまでバンクを持ち上げたため、日本の競輪場で唯一バンクの内側からも感染可能な構造になっている。 すべての施設が完成した2009年3月の記念開催でグランドオープンし7月17日からはナイター競争エキサイティングナイターも開始されたマスコットキャラクターのリュウくんは当地で発見された双葉鈴木竜をモチーフとしているトータリゼータシステムは日本トーターを採用している2008年12月14日 第10レースのレインボーカップファイナルステージ A 級、準決勝において、出走した選手が全員失格という陳事が起こり、車検は全額返還となった。詳細は、経林全員失格事件を参照。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、施設に大きな損傷がなかったことにより、救援物資の搬入拠点となったため、5月まで、 本場開催及び場外発売が中止され、6月20日より本場開催が再開された。2015年6月中旬から12月まで本場開催は休み、場外販売のみ、バンクを30センチメートルほど掘り起こし全面、回収した。2011年の東日本大震災の影響下は不明だが、バンクのひび割れやバンク下の駐車場の水漏れがあったという。 2017年8月15日、第6レースの S q 一般戦において、包み用の落ち車がきっかけで、係員が集会版をめくり忘れ、競技が不成立となり、車検は全額返還となった。これを教訓として、翌2018年3月24日初日のファイ、ナイターから、電子集会告知版を導入した。2020年現在、香りが、 岩木平競輪場イメージアップサポーターを務めている。2013年12月6日からの開催より、手芸活式投票にあたるチャリロトが発売される。なお岩木平は、伊東温泉競輪場、静岡競輪場、千葉競輪場とキャリーオーバーを共有するグループ B としての発売となり、キャリーオーバーの対象外であるチャリロト3は、岩木平単独での発売となる。 設計は日本設計。施設は一層目が駐車スペース、二層目にバンクを設けた構造で、その特徴は選手たちが空中を疾走しているように見えるバンクで、あるところと屋外施設では国内唯一といえるバンクの中からレースを観戦できるところにある。また、その特徴を生かしたバンク内側のスペースで模様されるビアガーデンなどのイベントも特徴の一つである。 リニューアル後の施設の概要は次の通り、競輪場前景トレーニング中の競輪選手一周400メートル。屋外では日本で唯一となる構造物上に設置された空中バンクである。リニューアル工事前の旧バンクは関東がやや緩く、比較的直線が短めだったため、先行タイプの選手に有利とされていたが、新バンクは癖のない標準的なバンクとなり、 400メートルバンクでは3番目に長い直線となった。ややカントがあるせいかめくりが決まりやすく逃げ選手には厳しいがギリギリまで仕掛けを絞ると逃げ切れることも。バンクが軽くなり走りやすいのかめくりが決まるのは中段からの仕掛けで7番手あたりに置かれると本命選手でも入着できないほどのスピードレースが多くなった。ゴール前では イエローラインのやや内と外に伸びるコースがあり、大外強襲を狙う追い込み選手には有利。なお、バンク全周外側全てがポリカーボネートと建物に塞がれているだけでなく、上述通り内側も観客席があるためポリカーボネートで塞がれており、走路に入り込んだ風の逃げ道がないため、選手が風を受けるときの影響が他の競輪場よりも大きい点に注意が必要となる。 大型映像表示装置は2センター側に設置されている。ありがとうございます。